はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、2022シーズン新登場スキルまとめということでやっていきたいと思います。まあ、結構ね、調べたらいっぱいあったんですけれども、まあ、なるべくおそらくね、見落としがなければ、 ま、不明なやつもちょっとあったりしたんですけれども、まあ、まとめてみましたということで、ま、たいこれを見れば2 0 2 2新登場したね、スキル一覧がわかるであろうというね、まあ、いつ登場したかとかも含めてね、すべてやっていきたいと思います。で、今回一応ね、固有の TS とかも全部拾ってきたので、まあ、そういったところもね、えー、紹介できたらなと思いますのでよろしくお願いします。まあ、ね、これあくまで、まあ、皆さんにま、確認してもらうようと僕が確認するようとね、まあ、両方の意味を込めて、 はい、作りましたので、まあ来年以降のね、おそらく僕とか皆さんが、まあこれを見て、ああ、こういうのもあったなとか、思ってるのかもしれません。まあリアルで見てる人もいると思いますね。本日上がってるんでね。はい、ということで、えー、早速やっていきたいと思います。結構長丁場になると思います。よろしくお願いします。では、早速中身に移りたいんですが、じゃまずはレギュラー編ね、レギュラーカード登場とともに、更新とともにやってきたスキルをまず見てみましょう。じゃあまず1人目こちらです。あ、1つ目こちらです。 はい。2022レギュラー、これ前半ね、えー、最初に登場しましたのは、フライングボレーシュートね、ありましたね。まあ、裏 EP なしで新スキルのボレーシュートということで、まあ、実質、まあ、位置づけ的には、まあ、ボレーの上位とかに見えたりもするんですけど、一応新スキル扱いですね。はい。 まあ、これね、僕も今、ちょっとね、マテウス選手で使わせてもらってますけど、まあ、非常に強力なスキルで、はい、まシュートセーバーにもちょっと相性良かったりとか、まあ、するんじゃないかなっていうところも、ちょっと見えつつ、どうかなっていうね、まあ、来シーズン以降流行ってもおかしくないと思いますし、まあ、すでにね、もう使ってる人はガンガンいると思うんですけど、まあ、結構、はい、スキルとしては両スキルだと思います。では、続きまして。 オーバーヘッドシュートね。はい。まあこれも裏 EP なしで新スキルで出たんですけれども、まあこれはね、ブイブイはしてますね。はい。もうほぼ、まあそうですね、間合いとかによりも全然優先度高くて、まあそれではフライングボレーもそれなりに高かったりするんですけど、まあフライングボレーよりも比較的優先率も高いし、発動範囲もちょっと広いかなと思います。 まあちょっとした浮き玉とかもね、まあ、拾ったりして、えー、打ち込んだりとかするので、まあ、結構しかもね、えー、しっかりとシュートの威力に関しても結構まあやっぱりトップクラスと、ところもあるので、まあ、比較的入りやすい、まあね、シュートスキルでもあるかなと思います。まあ、優秀ですね。はい。じゃ続きまして、はいコントロールフリーキックね。はい。これフリーキックスキルとして出ましたけれども、 まあねなかなか A スキル1個潰してってなるとね結構95以上の選手とかだったらまだわかるんですけどそうじゃないとねちょっと悲しいはい今の立場だとちょっと悲しいスキルになってしまってますがまあ、使い道がないわけじゃないですけどね、まあ、コントロール系のねでも特段何かうんなんかすごい強力かと言われたらそうでもないような気がしますし、はい、優先して入れるかどうかはちょっとねまあ入れなくてもいいんじゃないかとどっちかと思っちゃうねはいスキルではあるかなと思います。 はい。じゃあ続きまして、ここからボリューム2ですね。ボリューム2はね、A ランクの、えー、スキル強化、スキル強化じゃない、スキル追加はなくて、B と C だったんですよね。で、まず BC で出たのが、もうこのサイドチェンジ系ね、高精度サイドチェンジとサイドチェンジの、まあ、こう BC の組み合わせで新スキルです。まあ、これそのままでね、まあ、例えば、まあ、右サイドバックの選手が左サイドバックの選手に向けて、まあ、なんていうかな。まあ、普通にパスするみたいな。まあ、展開するみたいな感じかな。 うん。そういった感じのスキルで。まあ、そんなにまだね、普及率どうなんですかね。まあ、低いわけじゃないけど、まあ、ちょこちょこ見ますけどね。うん。まあ、ただ、まだ普及はしてないですけど、まあ、個人的にはちょっと面白いかなと思ってるんですけどね。これね、来シーズン以降入るといいかなと思います。続きまして、ヘディングクリアね。これ、空中戦の競り合いの回ですね。まあ、空中戦の競り合いが A なんでね。 それの B スキル版が出ました。まあ、これが出たことによって比較的ね、ヘディング系がまあ使いやすくはなりましたかね。まあ、特に95以下の選手ね。ABC でも、ま、タックル、ヘディング、パスカットとか、そういう組み合わせもちらっと見えてきましたし、まあ、ちょっと使いやすくはなったかなって感じですね。はい。では、ここまでがレギュラーで追加されたものだったんですが、続きまして、限定で追加された新スキルを見てみましょう。じゃあ、登場した順に見ていきます。まず一つ目。えー、最初登場したスキルこちらです。 はい。ガーディアンで、えー、登場しました。シュートセーバーですね。もうこれはもう未だにね、もうブイブイはしてますけど、うん。まあガーディアンで出たんですよね、これ実はね。はい。で、裏 EP なしで新スキルとして登場しましたというところで、まあ位置づけ的にはまあでもシュート、んなんていうかな、まあゴッドハンド系の上位みたいなもんかな。 位置づけ的にはね。うん。まあ、セービング率がやっぱり違うので、まあ、ここは持ってるか持ってないかでね、今結構やっぱり大きな差になりつつあるので、まあ、来シーズン以降はね、今シーズン、まあ、ちょっと後半ね、特に普及し始めたので、来シーズンもこの名前があれ、この流れが来るのと、あともしかしたらね、レギュラーとかのね、選手が持ってるかもしれないので、まあ、そういったところを含めると、まあ、よりね、普及率が上がるのかなと思うので、今持ってない人もね、来シーズンには手に入る環境は結構整ってくるかなと思います。 はい。続きまして、同じくガーディアンで登場しました。サイドのカリウドね。はい。これ裏50、裏 EP50% でガーディアン上位です。まあ、サイドね。まあ、サイドバックとか、まあ、サイドハーフの選手とかにつきがちな、このサイドのカリウド。まあ、位置づけとしてはガーディアンの上位なので、まあ、中盤のカリウドの親戚みたいなもんですかね。はい。まそういったところになると思います。 まあ、これもね、まあ、悪い噂は聞かないですね。やっぱいいまあね、EP も稼ぐしね。まあ、クラチャンとかで持ってると結構でかいスキルだったりしますね。まあ、リーグでもね、十分通用すると思うので、まあ、ここは両スキルだと思います。はい。じゃ続きまして、えー、スナイパーで出ましたドロップシュートね。はい。これ裏 EP30% ですね。で、急降下ミドルシュートの上位なんですけど、これちょっと順番がね、ちょっとこの紹介の関係で上下してますけど、 えー、急降下ミドルシュートもね、実はね、2020に登場スキルなので、まあ、この後どこかしらで出てくるんですけれども、それはね、楽しみにしてみてください。まあ、上位、まあ、ね、新スキルとして登場したスキルの上位が出るには、スナイパー早かったですね。 スナイパーって結構最初の方だからね、限定でもう3ヶ月とかぐらい出たんじゃないかな。2、3ヶ月とかで上位スキルが出てくるっていうね、まさかの展開でしたけど。まあドロップシュートもね、今結構いいですね。ウィングをはじめ、まあ CF の選手とかでもね、まあシャドウの選手とかでも、まあ7トップ下の選手とかでも、まあ全然使えるので、まあ角度ついたとこからね、撃てたりするのも結構強いんでね。うん、まあそういうところで需要があるスキルかなと思います。まあシュートスキルとしても結構強力な方かなと思いますね。はい。 続きまして、同じくスナイパーで出ました、フェノメナルミドルね。はい。フェノメナル系ね。裏 EP50% ね。はい。こスペクタクルミドルの上位となっております。でね、一つわかんなかったのがね、もうここでついでに言わせてもらいますけど、スペクタクルロングがいつ出、あフェノメナルロングがいつ出たのかね、ちょっとわかんなかったです。確かフェノメナルロングであったと思うんですよね。ただ、どこに、どこだったかな。もしかしたら出てないんかな、まだね。 いや出てるような気もするんだけどなと思いつつ作ってました。でもロングはちょっとね、僕のデータでは見つけられなかったっすね。わかんなかったです。<laughs> どこにあるんでしょうね。ロングがなんか出てた気がしたんですけど、まあ、もしロング出てたら申し訳ないんです。ロングは今回ちょっと入れてないんですけど、出てた気がします。おそらくね。ミドルも出てるんでね。まあ、これは、そうだな。まあ、相馬選手とかだったかな。フェノメダルミドルで持ってたのでうん。ロングも誰か持ってたような気がするんですけどね。 月間ベストの田中航選手とか持ってなかったかなぁ違うっけ <laughs> なんか僕も曖昧なんですけど、すべて覚えてるわけではなかったですけどね。一応確認とかして拾っては来たんですけど、見つからなかったんですけど、ちょっとモヤモヤしてるところがあります。まあ、ミドルとはちょっと関係ないですけどね。まあ、これもライ p 5 0で、スペクタクル系のね、ミドル系の上位ですね。はい。 まあこれもね、まあいいんじゃないですかね。あんまり悪い噂聞かないですけど、まあ普及率に関してはそんなにまだ普及してないので、そんなに評価がまず上がってきてないのかもしれませんが、まあこれも来週以降ね、普及する可能性十分にあると思います。はい。では続きまして、ライトニングエッジで登場しましたファンタスティックアーチパスね。はい。これぐらい EP50% です。これも相馬選手じゃなかったかな、確かね。うん。で、レインボーアーチパスの上位ということで、 まあそもそもこのね、フラスル系結構ね、やっぱね、上位スキルになればなるほどね、やっぱ安定感増してきますからね。ファンタスティックアーチパス、僕は使ったことないですけど、対戦とかで見たことがあって、比較的安定してましたね。やっぱね、結構上げてほしいところで上げてたイメージがありますけど、まあこれもね、普及したりすると、よりね、攻撃の安定度は増すのかなと思うので、 まあ、今後ね、注目スキルにより上がってくる可能性があると思うので、しっかりと抑えておきましょう。まあ、レインボーアーチでもね、十分強いっていうのもありますけどね。はい。まあ、ファンタスティックアーチパス、ぜひね、手に入った時には試してみてください。では続きまして、えー、バンデーラで登場しました、エアフォートですね。はい、懐かしいですね。これはエアウォールの上位で裏 EP 30、裏 EP30% です。この時ね、シュートセーバーがすでに流行ってたんでね、確かね、これ覚えてますよ。えっ、ー、とー、 キム・ジンヒョン選手が確かね、バンデーラの98ぐらいで持ってたんですけどね、他の選手がね、シュートセーバーを持っていってたんですよねう。それで僕はちょっと、うわぁ、被害者だって言っちゃった気がするんですけど、うん。<laughs> すごく覚えてます。でもまあね、ジンヒョン選手もやっとね、あの、青洲でね、やっといい、来ましたね、シュートセーバーで。<laughs> 遅かったですけどね、もっと早く出ていい選手な気がしましたけど、まあタイミング的な関係でね、ちょっと遅くなったんだと思いますけど、まあ良かったなと思いましたね。はい。 続きまして、えー、フォーカスドプレイヤー第6弾で登場しました、クレッセントカーブ。うん、これはコントロールカーブの上位で裏 EP50% ということで、まあ、こちらもね、ちょっと僕、クラちゃんとかでマテウス選手に使わせてもらってるんですが、やっぱクレッセントカーブ強いっすね。うん、近距離、中距離シュートとしても機能しますし、まあエリア内とかでもね、全然発動するし、まあ近距離の役割も果たしつつ、中距離の役割も果たしつな、なおかつ結構シュートセーバー相手にもね、うんなんか印,印象いいですね、僕的には。 まあ僕の全然あのステータスアップとかついてないんですけど、うん、結構入るときは入るしね。うん。まあ、それなりにやっぱ威力はあるんだなというところで、まあ、あとね、連動性があるのもいいですね。カットインからね、連動しっかり打てるので、まあ、そういうところも非常にいいかなと。使いやすいスキルになってるかなと。思うしよりね、まあ、強いので、まあ、結構当たった人はね、使ってみることをお勧めしたいですね。僕的にはね。はい、ありだと思います。結構強いですね。 はい、続きましてえ、日本代表ボリューム2で登場しました空中戦の支配者。え、裏 EP30% で空中戦の競り合い上位となっております。はい、ここもね、ここは富安選手だったかなうん、確か持ってたね。うーん。まあ、空中戦の支配者。まあ、でも最近なんかね、結構普及してますよね。うん、なんかちょこちょこ見る機会ありますね。直近のね、エクスペとかでも確か千葉の鈴木選手とか持ってなかったかな。 そういうところでまあ、ちょこちょこやっぱ普及しつつありますね空中戦ねはい、まあ、今後楽しみですねはい、まあ、結構やっぱりボレー使ってる人とかオーバーヘッド使ってる人とかからしたら結構嫌だと思いますけどねはいで続きまして、えー、同じく日本代表ボリューム2で追加されましたスペクタクルループシュートね裏30%でロングループシュートの上位となっております これは確か古橋選手だったかな持ってたの。確かね。まあこれもちょこちょこ最近見ますね。でもまだまだ普及には至ってないですけど。んまあループシュートね、ロングループ結構入ってたんですけど、シュートセーバー入っててどうかなそんなに僕も使わなくなっちゃったんですけど。うん、スペクタクル,ループどうだろうね。まあ相性が、まあ結構ああいうループ系とかカーブ系とかで入りそうな気がしますけどね。ちょ,ちょく、あの、まっすぐ打つシュート系よりはね。 まあそんな気のせいだと思うんですけど <laughs>。はい。まあそこのね、通過率次第では全然ね、今後、まあ普及もしてくるだろうし、まあ注目に上がるかもしれないですね。はい。続きまして、デュエリストでね、登場しましたトルクモーターね。裏 EP30% でピンポイントタックルの上位となっております。まあこれはよったら、まあ派生があるみたいなもんやね。ピンポイントタックルからガーディアン方向に派生してるスキルもあれば、トルクモーター方向に派生してくるスキルもあるよって感じなんで、 個人的にはやっぱトルクモーターの方がやっぱ強いとは思ってます。タックル系のスキルの中でね。うん。まあそんな差はないかもしれんけど、まあ安定度に関してはこっちの方がやっぱ上かなと思ってるので、結構よりリーグで使いたいとかだったら、まあこっちを使った方がいいのと、おそらく今後ガーディアンとかの代わりにこっちの派生の方が流行っていくんじゃないかなと思うので、まあトルクモーターはしっかりと押さえておいた方がいいと思います。はい。じゃあ続きまして、トップアシストで出ましたパーフェクトポストプレイね。 うん、ありましたね。裏 EP50% で。これ、ポストプレイヤーの上位がついに出ちゃったよっていうね、やつなんですけれども、これ誰だったかな鈴木優馬選手だったかなうん、確か持ってたと思います。あとは、まあ、あと誰が持ってたかなトップスコアの大迫選手とか持ってたんじゃないかなうん、まあ、まだまだね、出たばっかりなんですけど、まあ、今後ね、うん、まあ、やっぱクラちチャンで使うんだったらね、ポストプレイの裏 EP50% なんでね、反則だと思いますけど。<laughs> これも てぐらいのスキルだと思います。まあ、今後ね、はい、ここも普及していく可能性、来シーズンに向かってね、十分に。まあ、今よりはね、普及すると思うので、まあ、ここも注目ですね。クラちゃん、特に力入れてる人はね。はい。で続きまして、えー、2022シーズンフォーカスドプレアで登場しました、タクティカルインターセプトね。裏 IP50% でダイナミックインターセプトの上位となっております。 まあインターセプトもね、ついに裏50が出ましたかっていうところでね。まあタックルはね、リウド系がね、あったんですけれども、まあインターセプト系も裏50乗るようなスキルが出てきましたよというところですね。はい。まあこれも、うん。まあ来シーズンもっと普及していくだろうね。まあここはもう主要スキルですからね。まあ特に上位の選手とかについていく形になると思うんですが、はい。まあ今後ね、ここもね、やっぱ裏50ということで、まあクラちゃんとかね、まあ裏50乗ったらでかいですからね。まあ20%の差って結構でかいと思うんで、 まあそういうところもあるし、まあスキルとしてね、リーグスキルとしても、まあ重要あるスキルになっていくと思うので、まあここも注目度は、はい、来シーズンもっと上がるかなと思います。はい、ということで、えー、限定編終わりまして、ここからは月間 MVP ベストゴール TS 固有スキル編にいきたいと思います。じゃあまず月間系からいきましょうか。まず、い、まず最初ね、月間系で最初に追加されたスキルはこちらです。はい、4月度月間 MVP で登場しました、急降下ミドルシュートね。 まあこれ裏 EP なしで新スキル。まあドロップ系のね、スキルとして登場したんですが。まあこれは宇歌選手がね、持ってましたかね。確かね。はい。で、急降下ミドルね。まあこれ、よ、まあね、はさっき、えー、ドロップシュートの紹介とかしましたけど、もしかしたらね、来年にはもうドロップシュートの上位とか出てるかもしれないんでね。うん。今後まあ流行ってはいきそうですけどね。 やっぱりウィングの選手が持っててもいいしね、うん。結構使い勝手がいろんなポジションにあるスキルはやっぱ生き残りやすいと思うので、で、なおかつね、結構シュート力もあるということで、まあ今後、はい、注目はね、まあすでに結構今時点でも、まあ分かる人には分かると思うんですけど、結構高いんですよね。うん。これの上位とか出てくるとね、なお注目を浴びるんじゃないかなと思うんですけど、まあこのドロップシュート系の派生も結構今シーズン長売れたと思うので、来シーズン以降楽しみなスキルとなってると思います。 はい。続きまして、7月度月間 MVP ね。はい。これ、ストロングショットね。これはまあ、馴染みない人が多いかもしれないですね。あんまり普及してないね。裏 IP30% でパワーシュートの上位ということでね。まあ、近距離シュートの、まあ、パワーシュート上位なんですけれども。うん、あんまりね、めちゃくちゃ流行ってるかったらそうでもないかもね。うん。まあ、近距離って言ったら今、フォックスインザボックス系とか、魂のゴルハンとか、まあ、そういう系が多いからね。あんまりここ、日の目浴びないんですけど。 はい、一応あの登場してるので <laughs> 皆さんちゃんとあの押さえておきましょうはいまあ近距離もね結構派生がいろいろあるからねその北ンザボックス系とかうーんまあゴールハンまあそのゴールハン系と言われるものとこのパワーシュート系とかねうん派生がいろいろあるんでちょっと難しいんですけどねうんまあこのストロングショットあんまり僕も見たことないですけど使ってる人強いんかな まあ普通の近距離シュートだと思ってますけど、僕は。うん、そんなに気にしてはないですけど、特段なんか特別扱いするようなスキルでもないような気がするんですけど、まあそれは正直ね、使ってみての感想とかがない限りは確実なことはわからないので、まあなんとも言えないとこですけど、あんまり、うん、意識はしたことないかな、僕もね。はい。まあ今後もしかしたらね、露出増えるかもしれないですね。はい。で、これちょっとわかんなかったとこね。はい。10、11月月間ベストゴールに持ってる、この小林祐希選手が持ってるスペクタクルフリーキックいつ出たんだろうと思ってね。 調べたんですけどね、んなんかもうわかんなかったね。でもとりあえずここで書いときます。出てることは間違いないんでね。まあ新スキルとして出てたかなこれね、僕ね、なぜかね、10、11月の月間ベストゴールのね、動画撮ってないんですよね。年末でちょっとバタバタしてたとかもあるのもあると思うんですけど、撮り忘れてまして、動画がないっていうね、<laughs> 失態を犯しまして、いろいろふよって言ってたんですけどね、自分の動画からね。うん。まあこれ、 もしかしたらここかなというこの。この動画がちょうどなくて、このスキル持ってる選手が出てるってことはここかなと思ったんですけど。さあ、果たしてどうでしょうというところで、まあ一応紹介しておくと、まあハイコントロールフリーキックの上位で裏30ね。まあこれも僕使ってるので一応使った感想は言えるんですけど、まあ正直小林選手って異次元持ってるから異次元のね、あの優先度の方が相当高いんで、そもそも打たないですよね、このスキルね。あんまりね。 打った時は、まあ別にでも打っても止められる時は普通にあるしなと思うので、別にまあ正直、優先して起用するスキルではやっぱりないかな、フリーキック今んとこね。このフリーキックがね、すごい入るとかだったらね、話変わってくるんですけど、そうでもないので、まあ、はい。あの、なんか、例えば、そうで異次元とか持ってなくて、例えばまあね、中級、まあ長距離とか持ってない人とかだったらいいんですけど、 で、あと、ま、異次元系と併用してて一つ意味があるところは、異次元ってね、結構角度ないとこで発動しないときが多いんですよね、振り聞くね。ただ結構角度きついところからでも、うん、まあ、発動することはあります。なのでそういうときは持っててよかったなと思うんですけども、そこ限定なので、正直 <laughs> そんなに <laughs>、はい、得をしたという思いはありませんということだけ伝えておきます。はい、こっからじゃあ TS に行きましょうかね、TS ね。TS まずですね、最初に登場した選手、久保選手でしたね。はい。 久保選手の固有なんですが、まあ、欧州へかける左足ということで、これ裏 EP70 ね、こういうスキルなんでね。で、レインボーアーチパスの上位として出ました。まあ、久保選手ね、相当見ますけどね。はい、TS ね、強いですよね。うん。まあ、これのね、このいうスキルがいいですよね、レインボーアーチの上位。うん、これが非常に効いてると思います。 まあなかなかね最近まあ、最近っていうか、まあ、20シリーズンとかに出たやつがやっと魂のゴールハンターとか中盤のカリウッドとかが一般スキル化してるのでおそらくここから2年とか3年したらもしかしたらねこれもね名前を変えて、えー、名前を変えてっていうかまあ多分同じ名前さすがに使わないだろうからうーんだから今ねやっとそうですね今裏50の、まあ、レインボーアーチの上位が出たぐらいなのでうんファンタスティックがね それの上位が出たら並ぶスキルは出てくるんでしょうけど、まあ、来年出るかどうかちょっとわかんないですけど、まあ、出たら楽しみですね。はい。続きまして、次伊藤純也選手ね。うん。伊藤純也選手ね、そもそもえカットイン系がね、上位の上位が出たんですよね。はい。で、上位スキルも新スキル登場で、ライトニングカッターね。はい。裏30のインサイドカッター上位です。もうこれは今ね、結構流行りつつありますね。はい。もう、インサイドカッター。 よりもライトニングカッター持ってる選手の方がちょっと多いんじゃないかぐらいね、最近の特にストライカー系とか、うん、そういう系のね、カード多かったですね。まあ、あと、青ズとかもね、結構やっぱ多かったね、インカタじゃなくてもライトニングカッターね、もう必須、なんか、これしかないんじゃないかみたいな感じでみんなについてましたけど、うん、まあ来シーズンもね、その傾向あると思うんで、これはね、すごく日の目をね、浴びてきたスキルと言えるでしょう。まあ来シーズン以降もね、当然注目です。で、まあそのライトニングカッター上位だったのが i ェね、はい。 これね、イニシャルね、まさかのね。はい。で、裏 EP70% でライトニング型上位となっております。まあ、伊藤淳也選手の TS は、まあ結構退治する機会ありますけど、うん、強いですね、やっぱね。まあ、やっぱ突破率がそもそも高そうですね、やっぱね、この IJ っていうスキルね。まあ、単純に裏 EP が70%になってるだけではなくて、おそらく、まあ、カットイン系の突破率とかも上がってるんじゃないかなと思えるぐらい強かったイメージです。まあ、こういう、まあ、こういうなのもあるし、あとステータスが高いとかもあるんでしょうけど、 まあね、もしかしたら今後、まあ、今さ、今はまあさっきね、ライトニングカッターが最上位なので、まあすぐに70とか出るとは限らないですけど、一旦50で刻むとは思うんですけど、まあ再来年ぐらいになったらね、同じようなスキルがね、まあ普通の選手についてるかもしれません。ということでね、名前は変わるでしょうけどね。はい。続きまして、はい、TS 中村俊介選手の魔法の左足。で、裏 EP30% でコントロールカーブ上位、あ、裏 EP70% で、ね、ごめんなさい。70%で、えー、コントロールカーブの上位となっております。 うーん、これはね、やっぱね、僕、まあそのコントロールカーブ上位って言ったら、まあクレセントカーブ使わせてもらってるんですけど、まあそれから考えると、うん、まあこれも強いだろうね。うん。まあ中村俊輔選手もちょこちょこ退治することありますけど、やっぱりね、入れられるイメージは、まあま止め入れたことないので、はい、これは強いと思います。はい。まあ、今ね、クレセントカーブがすでに出てるので、もしかしたら来シーズンあたりね、裏70とかがあるのかもしれないですね。こういうカーブ系ね。 まあ基本的にカーブ系はやっぱ強いイメージがありますね。まあ、普通にテクニカルカーブが出た時から結構ね、やっぱね、強いと思われてたんじゃないかなと思うし、まあここまでね、もうコントロールカーブがバーンって出て、でクレッセントカーブ出て、でまあね、俊介選手もこういうで持っててって感じなので、来シーズン以降ね、まあこのカーブ派生もね、結構注目浴びる可能性が、はい、高いスキルだと思いますし、まあ使いやすいですね、やっぱりね、使いやすいスキル、いつからね、まあ結構、はい、あの、使ってる選手が持っていると、 まあ、あ安心して試合見てられるスキルかなと思います。はい。続きまして、えー、TS 中村健吾選手が固有で持ってました。FRO14 ということでね。はい。えー、これぐらい e p 7 0ね。読み方合ってるか分かんないですけどね。で、パイクトパサー上位ですね。はい、ということで、うんこ、こういうスキルね。まあ、パイクトパサーの上位ということで、まあ、すごくね、期待は、 あ,のありそうですよね。まあ僕は使ったことないですけど対峙はしたことありますけど、まあ、やっぱ強いイメージがありますね。<laughs> ドロップシュートはね正直そんなに怖いイメージはないですけど怖いっていうかそんなに打たれるイメージはないですけどやっぱこのねパススキルでつながれる場面っていうのがやっぱりね印象に残る選手かな今のところカードとしてはやっぱりなのでこのこういうスキルは結構効いてきてると思うので、まあ、パーフェクトパスサーの上位もね来シーズンとか出てくるかもしれないですねそう考えるとね。はい まあここはもう本当に無視できないスキルなので、はい。まあ、このパス系ね。はい。来年もまあ比較的、まあ、使われると思うので、まあ、注目度はもちろん高いと思います。はい。じゃ続きまして、T.S. 香川慎二選手ね。はい。背番号8を受け継いだものということで、裏 EP70% で、これ魂のゴールハンター上位ね。まあ、要はゴールハンター系の最上位と言えるでしょう。 まあね、香川選手ね、適正ポジション、これ CF あったらよかったねっていう話をよくされるんですけど、僕個人的には今の環境だったら別にトップ下とかシャドウとかでも全然強いんじゃないかなと思っちゃうのは、やっぱ能力値の高さもあるし、まあこのスキルね、こういうちゃんと持ってるのもあるし、まあ射程距離までしっかりいけばねというところで、結構ね、なんかね、ポジション取りとかもういいような気がするんですよね、個人的にね。まあ退治したことも当然ここありますけど、うーん、なんか結構、うん、力で、まあ、 言い方正しいか分かんないですけど、まあ、ゴリ押し系の <laughs>、結構ゴリ押して抜けてくるイメージはありますけど、どうでしょうね。うん、抜けられたらやっぱ怖いですよね。もう、打たれたら結構、やっぱね、オフェチからしても、まあ、こういうシュートスキルのね、こういうからしても、うん、結構、もう防ぐのは厳しそうですけどね。うん。まあ、それぐらい力のあるね、スキルだと思います。まあ、ゴルハン系もね、はい、無視できないスキルなので、まあ、今後ね、まあ、もしかしたらね、これのね、派生出てくるかもしれないですね。うん。 もうすでにね、魂のゴールハンター裏50ありますからね。これがまあ、普通の J クラのね、あの限定カードとかにもついているぐらいなので、来シーズンもしかしたらこれに並ぶようなスキルがふ、普通の、普通のって言ったらあれですけど、今のね、J クラの限定とかの、えー、J リーガーのカードにもついてくるかもしれませんね。はい。だ続きまして、えー、TS ・乾隆選手ですね。これ、向かいへ導いたものということで、ドロップシュートの上位で裏70です。はい、これもね、強いね。うん、強いと思います。 まあ、ドロップシュートで十分ね、強いんですけど、まあ、犬井選手ね、ウィングもできるんで、ウィングからね、まあ、角度ないとこからドロップシュートこのね、こういうで狙ったりとか、まあ、トップ下でもね、まあ、キラーパスとか持ってるんで使えないことはないですけど、あんまり評判どうなんですかねいいっていう人と悪い人、悪いっていう人が極両極端なので、まあ、僕も実際持ってるわけじゃないからね、試しようがないので何ともですけど、まあ、試してみてどうかなっていうところですね。まあ、もしトップ下でダメなんだったら、ウィングで試してみてどうかなっていうのは正直見た方がいいと思うし、 うん。まあ積極的に起用していいレベルだと思いますけどね。特に T.S. スターはね。うん。まあ、十分強いんじゃないかなと思います。はい。で、あと乾選手ね、もう一つ出てましたね。これスペクタクルダブルタッチね。はい。裏30でダブルタッチドリブルの上位です。まあ、これもちょこちょこやっぱ普及しつつありますね。うん。ま乾、あ、選手で出たということはね、12月のまあ中旬ぐらいかな。まぁ、あ、10, 10日過ぎぐらいだったかな。うん。 まあそこからなのにまだ3ヶ月ちょっとぐらいしか経ってないんですけど、まあまあな選手にねついてきてるので、まあこれ、来シーズン以降ね、結構流行ってきそうな気がしますね。まあ、フェイント系が流行るっていうことはね、結構自力がやっぱ増えていくということなので、よりね、今ね、注目されなかったポジション、まあ例えばシャドウとか、まあそういうところも比較的ね、注目になりやすいので、まあ今後のね、動向に注目したいスキルかなと思います。はい。では本日の最後ですね。えー、T.S. チャナティプ選手についてました。 勝利を呼ぶ転生のドリブラーということで、フライピー70%で、これスペクタクルダブルタッチドリブル上位ですね。はい、ダブルタッチの上,上位です。はい、ということで、えー、ここね、まっ、あ、すでに、まあ、さっき乾選手のとこでね、紹介しましたダブルタッチのね、上位ですけれども、うん、まあ、これも強いでしょうね、当然ね。はい。 でスキルの組み合わせがね、超次元とかなんでね。まあ、もう,もう言うことないと思うんですけど。あと、キラーパスかなうん。もう文句ないでしょうこの。このチャナティップ選手はちょっとやりすぎかなと思うぐらい。スキル構成がしっかりしてるし、能力値も強いので、おそらく来シーズン以降も全然持ってる人は、まあ結構積極的に安心して、まあ使いやすいとは思うので、まあね。 はい。これ、どうかなまだ、ここはまだね、裏50とか出てないから、もうちょっとね、あのー、同様のスキルが J クラのね、まあ限定選手とかにつくにはちょっと時間かかりそうですけど、まあ、ついたら楽しみですね。はい。強いと思います。はい。ということで、えー、紹介していきました通り、えー、ね、今シーズン、22シーズン登場したスキルの紹介は以上になりますと。 でもしかしたらちょっと漏れてるものもね、多々ね、ある可能性があります。ちょっと拾えてないところがあるかもしれないので、ちょっと僕もね、なかなか、うん本当はね、まとめとけばよかったんですけどね、そこまでちょっとやってなくて、こんな動画作る気もね、あんまりあったと言えばあったんですけど、うん <laughs> なかったと言えばなかったと言いましょうか。はい。まあ、言い訳チックになっちゃいますけど。まあね、こういう苦労もね、まあ今年1年ね、しっかりとまあね、こういった活動をやってきて、 まあすごくね、経験することができました。まあこういうのは残しとった方がいい、いいなとかね。まあ自分なりに、まあやり方とかもなんとなく、まあ分かったので、来シーズンはね、もっとね、スムーズに、まあこういうスキル系の動画とかもね、まあいろいろ作れると思うので、まあ来シーズン以降ね、もっとね、期待してほしいなと思います。はい。まあ頑張って作っていきたいと思いますので、ぜひね、皆さんもよかったら、えー、ご協力、ご協力というか、まあ見ていただいたら <laughs> ありがとう、ありがとうございますって感じなので、 はい。ぜひご視聴よろしくお願いします。ということで、まあね、このシーまあ22シーズンがね、もうそろそろ終わりそうということで、こういう動画ちょっとずつ増えてくると思うので、まあよかったらね、なんか、まあ振り返りようでもいいし、なんかまあ確認用でもいいし、まあ今後ね、まあおそらく今もそうなんですけど、今後に役立ってくる動画だと思うので、まあね、結構時間経って見る人もいると思うんですけど、まあ今後ともぜひね、よろしくお願いします。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。これで失礼します。バイバイ。